さあ今日のガヤガヤは仙台でランチです。今日行くお店はロアン梅市というお店ですね。入り口にいますね。ようこそいらっしゃいませ。あ、お願いします。なんか置物がすごいですね。そうですね、いろいろオブジェございますので楽しんでいってください、はい、こちらに神社もございますので。おお、すごいですね。個室が、そうです、全室個室になっております。いいですね、落ち着いて食べられる。本日はこちらのお部屋へどうぞ。あ、失礼します。おお、なんか入るとまたランチメニュー、はい、おすすめは青葉城本丸膳なんか。青葉城本丸膳、はい、かしこまりました。お願いします。お料理が来ましたけど、これは炭火で枝豆を焼いて、はい、まあ、ランチタイムくつろいでいただけるように最初にいろいろ工夫してちょっと面白くしてますね。これはまさに青葉城になります。三段になっております。三段、はい、これだけじゃないですか。はい、こちらとこちらがすべてセットになっております。結構なボリュームですよね。そうですね、はい、ゆっくり時間をかけて召し上がっていただけますので。